はい、皆さんいつもチャンネル登録ありがとうございます。本当にいつもチャンネル登録ありがとうございます。で今回はですね、ここのこれローファーですね、ローファー、隙間空いちゃいました、こういうのって結構あると思うんですよ。でこれで諦めちゃってる人ももしくはいるかもしれません。ここですね、もう中がこんにちはしてる。でこの靴の中から見ることができないんですけど、ちょっとわかんないですね。でもこういう状態、もうこのここで縫ってあるものが、これなんていうのかな、まあ要は裂けてるんですね。革自体が裂けてる。ちょっと一旦失礼します。そうなんですよ、話の次、ここが裂けてるので、で今まではこれはまあ諦めてそのまま履いて最後を迎えるのか、中にねちょっと橋渡しをしてこういうこんな感じでやってたんですけど、今回はここに詰め物をして解消しようと思います。これは以前スニーカーのね修理でもやったんですけど、ちょっとそれも貼っときますので、スニーカーの修理でもやったんですけど、これはこういった革靴の隙間修理にも使えるの応用できるのでやっていきたいと思います。はい、ここのねこれ単純ですよ、やることはここの隙間に入れていくだけで、まあ潤滑湯ではないですけど、潤滑させるために別の素材をここに埋めていく。その時に今回使うのはこちらの巻き革とかで使うスウェードの切れ端、革でも何の革でもいいんですよ、革が多分一番適してると思うんですけど、その、まあ、今回はこの柔らかそうなスウェードのやつにもうボンド塗ってあります。でボンドはこれは接着のボンドっていうよりは、まあ、スウェードの巻き革って結構こうやってやるとピラピラピラーってなるんですけど、このボンドを塗ることによってちょっと硬くなりますよね。このボンドはちなみに瞬間接着剤ではありません。よし、ではこれをカットして入れていきます。まあ適当にサイズを、意外と小さくていいです。こんなもんかな、多ければ、あ、ごめんなさい、隙間がまた大きければまた足せばいいので、ここの隙間ですね、ここの、どうやって見せたらいいですかね、ちょっと、ん？ん？ここの縫い目があると思うんですけど、ここの中裂けてる方に入れ込んできます。でその際に、まあ、接着剤を入れます。これはなんかくっつけるというよりはこれもおまじないみたいな感じです。ここでこの時には低粘度なやつじゃないやついきます。硬くなっちゃうといけないのでこっちでいきます。普通というかちょっと大きいかな、これちょっと接着剤入れちゃいました。これを入れ込んでいきます。上の方でなるべくくっつかないようにこの中に入れるっていうイメージですね。あ、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。
とはもう。どれぐらいで戻ってくれました？まあまあ早く戻ってくる。あ、いかん。やってましたね、今作業。あら、意外と固まっちゃいましたね。ここからです。もうちょっとなんか細いやつでも力がないんですよね。ちょっと最近千枚同士がなくて、ボールペンの先とかでもいいかもしれないですね。最終的にはこれ黒いんで黒くしちゃいましょう。これいきますね。ほら入ってくるの分かります？今こういう状態、上から見てもなんかネイビーが丸見えです。一応イメージでこれ全部中に入れちゃうとひょっとして外れた時に中にポンっていっちゃうので、なるべくあの目立たないようにはするんですけど、表にもちょっと出しときたいんですよ。イメージは橋渡しなんで。ちょっとこ届かないですかね、ここ。もうちょっとやった方がいいかもしれないです。ここ本当に少しでいいんで、まあ、実はこれ今日やった巻き革の残りなんですけどね。こんなもんかな。大きいとちょっと余りすぎちゃうので、余るっていうのはこうやってやった時に見えるので、これでもねすっごいえっていう作業かもしれないですけど、割と効果的なんですよ。でこれを乗せて、まあできれば色が入りやすいんでスウェードの表の方がいいですね。あ、これいいですね。これは理想ですね。中にも入る。今ちょっと手応えありました。中と貫通している場所にグッと。これ強烈に硬いですよ。このね、まあなんといってもあれですよね。はい、こんな感じです。ちょっと黒いクリームがあれば黒いクリームで隠したいですけどね。十分十分。さあちょっと見てみましょうか。インカメラなんで外の。はい、皆さん出来上がりました。この部分ですね、思いっきり入ってるやんと思うかもしれないですけど、これがいいんですよ。これが履いた時にはこう内側なのでね、こういう状態。あ、もうちょっと革少なくてもいいかな、皮少なくてもいいかなと思うんですけど、これね絶対皮が多い方が強度がいいっていう、例えば剥がれやすくなった時にその剥がれる時を踏ん張ってくれるんですね。あんまりこの少なくて突っ張ってると、まあ単純にこれが小さいとグッグッグッって突っ張っちゃうんですけど、ちょっと大きいとこのたわみが使えるんですよ。こうカチッとついてるようで、この皮の厚みによって距離ができるので、それで少し踏ん張ってくれるっていう効果もあります。なのでここを綺麗に
隠すっていうのも一つなんですけど、それだとねちょっとそのビジュアルは例えば100点でも長持ちがしづらいとか、そういうことが必ず起きますので、このビジュアル、30点、長持ち40点みたいな感じでいきましょう。まあこういうちょっとこれはね修理になっちゃうんですけどね、まあこういうのももしねあのお家で革なんてないよっていう方は、あの厚紙をね水で濡らしてクタクタにして挟んだりするのも一つかなと思います。何かの使え棒よくあるじゃないですか、大きい、あれなんか落ちた、大きい開いたね釘のところに何かもう一回割り箸みたいなもんで挟んでそこで穴開けるみたいな、そういう動画もあったと思うので、そんな感じですね、イメージは。それではこんなこともやってますんで、またよろしくお願いします。